皆さんこんにちは、浜への池持ちです。本日ご紹介いたしますのはこちら、吉野里青山というメタルコレクションの新ブランド YA010 というアイテムを本日はご紹介いたします。ファクトリー900のデザイナー青山吉野里さんがご自身の名前を使って新しいメタルコレクションのブランドとして立ち上げた吉野里青山という新ブランドのローンチイン第1弾となる YA010 というアイテムになります。すでにファクトリー900とチタノスでコラボレーションモデルとしてこのタイプのメタルフレームを、発表して実際に発売開始になっているんですけども、そのタイプと同様の設計のレンズシェイプ違いになるのがこの YA010 というアイテムになります。900とのコラボレーションモデルはラウンドタイプと多角形のタイプでやや個性的な小ぶりなアイテムだったんですけども、レンズシェイプを1ミリ大きくすることによってより使い勝手のいい、バランスのいいウェリントンタイプのレンズシェイプに仕上げているというのがこの YA010 というアイテムの特徴になります。使い勝手もさらに良くなって書き心地のいいアイテムということもありまして、今期注目モデルの一つになるかと思うんですけれども、なかなか魅力的な仕上がりのアイテムになっております。実際に書けたところもご覧いただきたいと思います。まずはこちらの方、01番カラーのシャーリングゴールドというカラーで、光沢をヤスリがけで少し抑えめに仕上げているというゴールドカラーのアイテムになっております。このシャーリング仕上げにすることでより渋み、かっこよさを表現しているというゴールドカラーなんですけれども、なかなかかっこいい仕上がりのゴールドになっております。かけてみますとこのように、どこか渋めな印象のゴールドカラー、そして正面から見るとこのようなサイズ感になっておりますので、非常に使い勝手のいいアイテムに仕上がっております。この1ミリ大きくするというだけでもかなり使い勝手のいいバランスになっておりますので、ちょっと小ぶりなアイテムでそのサイズ感で心配されていた方々でも非常に使い勝手のいいバランスに仕上がっているというのもこのアイテムの特徴になるんじゃないでしょうか。なかなか使い勝手のいいバランスに仕上がっているというのもこの YA010 の魅力になってくるかと思います。他からもご覧いただきたいと思います。こちらの方は02番カラーのシルバーカラーなんですけども、こちらの方も同様にシャーリング仕上げでヤスリがけをすることによってちょっと渋めなシルバーに仕上げているというカラーになっております。こちらの方は先ほどのゴールドと比べますとどこか涼しげな印象で、クールな印象に仕上がっているというのがこのカラーの魅力になるかと思います。この涼しげなお色、シルバー系でブロー系のフレーム、バランスとこの相性の良さということもありますので、このカラーもなかなか使い勝手のいいかっこいいカラーに仕上がっております。こういうクールな仕上がりのカラー、お好きな方に非常に魅力的に感じていただけると思います。そして、コラボモデル、チタノスとファクトリー900のコラボモデルで非常に人気の高かったコンビネーションカラーなんですけれども、こちらの方は今回ピンクゴールドが採用されております。ピンクゴールドなんですけれども、このカッパー系のような色合いのピンクゴールド、ブラックとの組み合わせも非常にかっこよくて、腕時計や、アクセサリーなどで男性にも人気のある、組み合わせのカラーがメガネでも採用されているというのが今回のこのカラーの特徴になるかと思います。マットブラックなので光沢感も抑えて肌なじみよく、それでいて品の良さも演出できるというようなカラーに仕上がっているというのがこのカラーの魅力になるんじゃないでしょうか。このブラックのこのブロー部分のこういった作りなんかも、バランスも非常に良くてかっこいいですし、このカラー注目カラーに今回なるんじゃないでしょうか。なかなか使い勝手のいいかっこいいカラーに仕上がっております。そしてもう一色コンビネーションカラーがありまして、こちらはシルバーとのコンビネーションカラーに仕上がっております。04番カラーなんですけども、こちらの方も使い勝手よく、そしてクールな印象、知的な印象も作り出せるというカラーに仕上がっております。こちらの方も同様に注目カラーになってくるんじゃないでしょうか。なかなかかっこいい仕上がりのバランスのカラーになっていると思います。本日ご紹介させていただきましたのはファクトリー900のデザイナー青山さんが独立を果たしてメタルフレームのコレクションとして新たなブランドを立ち上げたという吉野里青山のファーストコレクションのもう一つのアイテム YA010 というアイテムを本日はご紹介いたしました。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。